はようございます。ちょっと眼鏡で頭もボサボサなんですけど、今現在8時ですね。今空港のトイレにおります。これからですね、一人でタイに行きたいと思います。予定としてはバンコクに2日間、チェンマイに2日間、4泊5日くらいの予定でございます。はい、では行ってきます。くれてるんです。ありがとうございます。 Thank you guys。 なので今から王宮に行きたいと思います。今38度ぐらいです。王宮に来ました。This is a map. So we are here. Yeah, yes. Oh. วัฒนธรรมของเราเข้ามาทางนิยมมาถือธงเลยถือธงถือธงเชิญทุกท่านเลยโยมนะこんな感じで中入ってみると、まあ、本当にベッドしかないんですけど、荷物を置くとこがねあって、このバッグがある下に一応ロッカーもあるので、そういうロッカーも使えます。で、外に出ていくとですね、廊下を渡って、ちょっとなんか中もおしゃれな感じでコンクリートの作りになってます。で、女の人のシャワールームとバスルームがこちら手前にあって、ここを階段を降りていくと下に、コモンスペース、共有スペースの、まあ、ここにキッチンもありますね。で、まあ、カフェとかも下にあります。画質が悪いですね、すいません。でこんな感じで、結構夜だったんですけど、何人かこうコモンルームでなんかワーク、あの仕事してたりという人もいて、ここにカフェもあるので10時まではそういう飲み物とかも飲める感じになってます。おはようございます。今日は2日目の朝になってます。もう9時半ぐらいですかね。もう超暑いです。まあ、午後から友達の友達と会うんですけど、それまで暇なのでちょっとこの辺の周りを散策してみたいと思います。なんか行われてるのかな。結構お花とかを乗せた車がいっぱいありますね。伝送、伝送ってあの伝送かな。お正月ということもあってか結構静かですね。来てもね、すんごく暑い。はい、エイミーさんは、友達の友達で、今日タイのバンコクのプラチナムマーケットを案内してくれるので、5分間このエリアは私がこのホステルがある旧市街と全然違って、めっちゃ新しい感じですね。日本の東京みたいな感じ。すごい、めっちゃ高いとこに椅子が設置してありますね。登ってみよう。
ンシアム、まあ、アイコンシアムというサイアムかというところにやってきましたみたいです。おー、That's what you're talking about Protein Market なんと中に水上マーケットがあるっていう、川沿いにマーケットが。すごい綺麗。